皆様、本日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。株式会社サインドの社長をしております、岡木でございます。それではこれより、23年3、24年3月期の第2四半期の決算についてご報告させていただきます。本日ですけれども、事業概要、2クォーターの業績ハイライトの順にご説明させていただきたいと思います。まず、改めてになりますけれども、当社のミッションからご説明させてください。当社はインターネットを通じて心のつながりを提供するというミッションを掲げております。インターネットが普及していく中で、商品だけではなくて、オンライン、オフライン含めたお客様の顧客体験そのものをサービスとして捉えていくことが、これからの社会においては非常に重要だと我々は考えております。そこで当社は現在ですけども、未利用業界に対しまして、予約のデジタル化っていうところを中心に、店舗とお客様のつながりを支援する事業展開を行っております。続きまして、事業内容ですけども、当社は未利用店舗様向けに、ビューティーメリットという予約管理システムをサブスクリプションのモデルでご提供させていただいております。右側に対象の業種を記載させていただいておりますけども、未利用業界といいましても、美容室、理容室やエステサロン、ネイルサロン、アイラッシュサロンなど、幅広い業種に展開させていただいております、バーティカルサースとなっております。次にですね、ビューティーメリットが、リビオ店舗さんに提供しております具体的な機能についても触れさせてください。まず、リビオ店舗様のネット予約の窓口といたしまして、店舗公式のスマートアプリや LINE ミニアプリ、あとウェブ予約機能、Instagram からのご予約、Google で予約などをご提供させていただいております。で、特に強化させていただいているのが、スマートフォンアプリになっておりまして、リビオ店舗様の iPhone、Android のアプリっていうのをオリジナルのブランドで作成させていただいております。で、このアプリ上が CRM 機能として生きている部分なんですけども、ポイントカード等のデジタル化っていうところはもちろんですけども、チャット形式でコミュニケーションが取れるようなトーク機能だったりとか、美容室で普段店舗で販売されているようなシャンプーとかリンスをオンラインで EC として販売できるような、そういった機能を持っておりまして、お客様の顧客体験というところを向上させていただく、そういったサービスになっております。もう一つですね、強みとして特徴的な機能で、集客サイトの一元管理機能というところがございますので、ご説明させていただきます。で、リビオ店舗、この業界ですと、新規のお客様を獲得する上では、集客サイトを活用して新規のお客様を獲得しております。で、生活点ではもちろん予約なんですけども、従来ですと予約が入るたびに、それぞれの集客サイトの管理画面から予約情報ですとか、スタッフさんのシフト情報っていうところを日々一つ一つ入力しなきゃいけなかったので、非常に管理が煩雑という課題がございました。で、そこで当社はですね、複数の集客サイトの予約管理を自動化する一元管理機能っていうところをご提供させていただいております。画面で左側でビューティーメリット導入前で右側でビューティーメリット導入後というところで記載させていただいておりますけども、右側の通りビューティーメリットの管理画面を日々リビオ店舗様活用いただければ予約情報がいつでも閲覧できたりとか、スタッフのシフト情報等を入力した際にはリアルタイムで各集客サイトさんにその情報が反映されますので、ブッキングのリスクだったりとか、そういったところが軽減できるようなサービスになっております。現在11の集客サイトさんと連携させていただいておりまして、ビューティーメリットの管理画面を活用して、日々店舗さんは予約の管理が一括でできるっていうような、そういった仕組みになっております。で、こちらがですね、ビューティーメリットの予約管理における全体像としてご覧いただければと思うんですけども、先ほどお話しさせていただいたリビオ店舗様の自社のネット予約っていうところが左側の5つになっております。で、右上が集客サイトさんの一元管理の部分で自動反映されているというところになります。で、もう一つですね、右下に注目いただきたいんですけども、ポスシステムと呼ばれる会計システムとも連携させていただいております。で、ここの連携方法ですけども、従来、リビオ店舗様の会計時のオペレーションとしましては、お客様がご予約をされて、施術をされて、で、その後ですね、会計のところで一つ一つ、このポスシステムにどういった施術をしたのかっていうところを入力して会計作業を行ってたんですけれども、当社のシステム自体が、予約データという形でお客様が何の施術をするのかっていうデータを持ってますので、そのデータを連携させることによって、そのポスシステムでの
無駄な入力作業っていうのを削減できるのと、まあ、ヒューマンエラーの削減っていうところもあるんですけども、そういった形でスムーズな会議ができるようなオペレーションを、この13社のシステム会社さんとやらさせていただいているような状況になります。で、この仕組みによりですね、まあ、予約から会計まで従来分断されておりました予約管理業務っていうところを一気通貫でさせていただいているのが、ビューティーメリットの大きな特徴になっております。で、もう一つ特徴的な点ですけれども、EC 機能というところもご説明させていただければと思います。で、今までですね、リビオ店舗様、オンラインショッピング始めたくても、まあ、梱包発送業務の負担等から、なかなかオンラインショッピングを始めづらいという課題がございました。そこに対して、当社は、美容師さんがそもそもシャンプーとかリンスを店舗、仕入れ元であるリビオディーラーさんとシステム連携をさせていただくことによってですね、まあ、一般の消費者様が、シャンプーとかリンスを購入した際にですね、店舗ではなくて、このリビオディーラーさんから直接商品を発送するような、そういったオペレーションを構築させていただいております。これによりですね、店舗様はお客様が商品を購入した際の梱包、発送、商品の在庫管理といった、そういった業務負担はなく、オンラインショッピングを構築することが可能になりますので、まあ、新たな収益源を生み出すことができます。続きまして、かんざし、パシフィックウォーター社が運営しているかんざしのサービスについても触れさせていただいております。先ほどですね、ビューティーメリットが予約の一元管理機能から、まあ、店舗公式のスマートフォンアプリなど、自社予約システムをご提供させていただくという話をさせていただいてきましたけれども、このかんざしというサービスは、この予約一元管理機能に特化してサービスを展開しておりまして、月額で5500円という業界トップクラスの低コストで導入できるのか、大きな特徴のサービスとなっております。で、かんざしの連携相関図と記載させていただいておりますけれども、まあ、概念としてはビューティーメリットの一元管理機能と同様でして、まあ、近年注目されているような Google 予約ですとか、Instagram、LINE といった SNS 等の連携もはじめとしまして、まあ、集客サイトだったりとか、リビオ業界で予約の窓口と言われるような各チャンネルとの連携で、店舗の空き状況やスタッフのシフト情報が一元で管理できるような、そういったサービスとなっております。で、続きまして、ビジネスモデルについてもご説明させていただきます。当社のビューティーメリットが、月額のサブスクリプションモデルというお話をさせていただきましたけども、かんざしというサービスも同じく月額で利用料を徴収するようなサブスクリプションモデルとなっております。で、ビューティー、販売体制が若干違いまして、ビューティーメリット、サインドですけども、まあ、都心部を中心とした直販営業に加えまして、リビオ店舗様に対して、シャンプーとかリンスなど、美容商材の販売を行っており、リビオディーラーさんと、まあ、EC 連携だけではなくて、営業面でも連携させていただいて、パートナーネットワークを作って営業活動を行っております。逆に、かんざしの方ですけれども、かんざしの方に関しては、まあ、集客サイトさんだったりとか、連携しているポス会社さん、そういった会社さんとの連携によって営業で獲得しているような、そういった状況になっております。続きまして、まず当社の前提として成長に向けた指針をお伝えできればと思います。まず最重要視しているのが売上高の最大化というところでですね、当社のサービスがサブスクリプションモデルになりますので、まず契約店舗数の拡大というところと、契約店舗あたりの売上高、まあ、この2点を強化していくことが非常に重要なポイントになります。で、1点目、契約店舗数の拡大におきましては、まあ、ターゲット社の拡大というところでシェアを伸ばしていく動き。で、契約店舗あたりの売上高の拡大というところは、こちらはプラットフォーム価値の向上と記載させていただいておりますけれども、まあ、機能強化等をさせていただく中で、まあ、ニーズを拾ってきて、まあ、アップセルしていくような。そういった動きになってきております。それでは続きまして、第2四半期の決算業績ハイライトについてご説明させていただきます。まず、業績ハイライトで2クォーターのところですけれども、売上高ですけれども、前年同期比で、51.3%増の4.8億円となっております。で、EBITDA に関しては、前年同期比で20.7%増の1.1億円。ARR は前年同期比で51.2%増の17億7000万円。契約店舗数に関しては、ちょっと M&A の関係もあるんですけども、前年同期比で156.5%増の
16,443店舗。で、月額の平均単価、アープですけれども、ビューティーメリットが15,578円。カンザシの方が3,987円。で、カスタマーチャレートが0.8%となっております。で、続きまして、売上高、EBITDA の進捗状況についてお話しできればと思います。で、今期売上高予測ですけども、19億4800万円に対して、今現在で9億3500万円というところで、まあ、進捗率48%となっております。まあ、もともと想定してた数字とそこまで違和感なくて、順調に推移してるかなと思っています。当社のビジネスモデルが前提サブスクリプションモデルなので、まあ、下期にかけて売上が拡大するモデルになりますので、まあ、進捗率としても順調かなと思っております。で、EBITDA に関しても同様でして、進捗率46.1%という数字は、まあ、計画通りの推移になっております。で、続きまして、当社、サイント単体とパシフィックポーター単体、それと連結の数字の売上高、EBITDA、営業利益の推移と進捗状況になっております。ですね、まあ、特徴的な点で言うと、1クォーターのタイミングでパシフィックポーター社を EBITDA で黒字化させて、まあ、それ以降も順調に数字としては伸びているような状況でして、まあ、2クォーターの累計の時点でも EBITDA で黒字の状況です。ただ営業利益に関して言うと、パシフォータ社はマイナス1100万円というところで、まあ1クォーターから2クォーターにかけて、まあ黒字幅っていうところは、まあだんだん落ち着いているような状況ではありますけども、まあ2クォーター時点だとまだ、赤字の状況ではあります。ただ、下期にかけてですね、ストックのビジネスなので、そこが積み上がっていくことによって、しっかりと黒字転換させていきたいと考えております。続きまして、売上高の四半期の推移になっています。で、売上高ですけども、いやおいやで51.3%の成長となっておりまして、1クォーターのタイミングだと売上高成長率が確か46%ぐらいだったので、成長速度が加速しているような状況になります。まあ、ここの要因は後ほど説明させていただきますけども、ビューティメリットの契約店舗数の増加っていうところがしっかりと積み上がってきているっていうところが大きな要因になります。で、サブスクリプションの売上高に関してましても、イヤオンイヤで50.2%の成長となっておりますので、順調な成長になっております。で、一つですね、ビューティーメリットの、サブスクリプションの売上だけではなくて、2クォーターに関しては、その他売上が、まあ、全クォーターに比べても若干伸びてるんですけども、ここが開示でも出させていただきました、大手の会社さん導入いただいた関係で、まあ、システム連携の費用等がですね、個別計上されたっていうところの一時的な要因になっております。で、続きまして、ARR の推移になります。ARR に関しては17億7700万円というところでですね、まあ、順調に積み上がっているような状況になっております。で、続いて、契約店舗数とアープの推移になります。契約店舗数ですけれども、ビューティーメリットが7,122店舗。で、カンザシの方が9,321店舗というところで、まあ、合算して16,443店舗で、まあ、イヤオンイヤで156.5%の成長となっております。で、ここに関して言うと、まあ、前期の4クォーターのタイミングで、ちょっと営業のところの見直しで、メンター制度等を使って強化させていただいてるっていうところは、お伝えさせていただいてたと思うんですけども、まあ、この2クォーターのタイミングでビューティーメリットの純増で300、ちょっと戻ってきているような状況になりますので、まあ、比較的営業の、メンター制度も順調に成功、うまくいってるのではないかなっていうのが、この数字からも見て取れるかなと思っております。で、次に右側のアープですけれども、カンザシの方ですね、アープの方はですね、順調にちょっとずつ伸びているような状況でして、まあ、ビューティメリットで見ると、Q-on-Q で若干微減してるんですけども、まあ、ここはちょっと大手のチェーン店さんが入った関係もあるので、まあ、一時的な要因だとご認識いただければと思います。で、続きまして、チャーンレートの四半期推移ですけども、チャーンレート引き続き低い状況続いていて、0.8%というような数字になります。ここも問題なく順調に推移していると認識しております。で、閉店等もですね、まあ、従来と変わらない推移ですので、まあ、このまま続いていけば、このようなチャーンレートっていうところは維持できるかなとは思っております。
で、続いて、EBITDA の推移になります。EBITDA ですけども、2クォーター時点で、まあ、1億1200万円というところで、まあ、前年同期比で見ても20.7%というところで、まあ、高成長が出ているような状況になります。EBITDA マージンも QoQ で1.1%の増加というところで、23.3%になっております。で、続きまして、売上総利益と営業利益の四半期推移になっております。まあ、売上総利益に関しましては、まあ、トップラインの上昇っていうところが大きな要因ではあるんですけども、まあ、2クォーターが3億5900万円で、前年同期で37.5%というような成長になっております。で、営業利益に関しましては、まあ、今期からですね、まあ、パッシブ太田社の MA におけます株式取得でののれんとか、無形資産の計上っていうところがございますので、4クォーター、1クォーターだと凹んでるんですけども、まあ、しっかりとサブスクのストックが伸びてきておりますので、基本給で比較していただくとしっかりと伸びているような状況になっております。で、営業利益のところですね。まあ、前期の2クォーター累計と今期連結での営業利益の比較、増減分析のところですけども、まず左側からまあ単体としての売上、サインと単体でしっかりと売上伸びてるっていうところで、まあ、原価と販価比で多少投資はさせていただいてるんですけども、しっかりとその部分でをリカバリーするぐらい売上がちゃんと伸びてますよっていうところと、あとはただですね、のれんのところっていうところと、あと子会社まだ赤字の状態にありますので、まあ、その影響がありまして、まあ、営業利益の2クォーターの累計でいうと、5300万円というような、そういった状況になっております。で、続いて従業員数の四半期推移になります。で、従業員数ですけれども、まあ、基本給で5名の増員というところになりましたので、グループ全体で従業員数は104名というような、そういった結果になっております。それではトピックスに移らさせていただきます。まずトピックスとしましては、まあ、当社の方で、まあ、KPI として一番重要視している、まず契約店舗数それぞれで、まずビューティーメリットが、9月にですね、7000店舗突破しましたっていうところと、あと、カンサスの方も7月の時点で9000店舗突破しておりますので、まあ、そこのご紹介になります。で、続きまして、あと2つですね、トピックスの方をご紹介させていただければと思います。ですね、関西エリアを中心に活動されているリビオディーラーであります、タクサムさんと、まあ、EC 機能の方の物流で連携させていただいているような発表の開示になっております。で、ここですね、やっぱり EC 機能として、まあ、店舗様が在庫管理とかせずにスムーズにオンラインショッピングを構築できるっていう取り組みもあるんですけども、やっぱりリビオディーラーさんがですね、顧客基盤、リビオ店舗様運営する上では必ずどこかしらのディーラーさんと提携する必要がありますので、まあ、営業面での強化っていうところが非常に重要なポイントとしてもなってきます。で、続きまして右側、大手チェーン店の導入というところで、まあ、アシャンティグループ様とアトリエハルカグループ様に導入いただきまして、まあ、業務効率化だったりとか、生産性の向上、集客の最大化というところを目的に、今回、ビューティーメリットをご導入いただいているような状況になります。一旦僕の説明としては以上にさせていただきまして、